来年の抱負？そうですね。でもこれから19期生も出てくるじゃないですか。ね。こう本当にひーもひーちゃんも柏木由紀さんも卒業されて、本当に新生のずっとずっとこう新生とか AKB は新しくなっていくっていうのを言われてたし、何回もそういうね風に思ったし発言もしていったけど、でも本格的にこれから新しく変わっていくのかなって思うと、とっても楽しみだなって思うこともありますし、でもやっぱりこう楽しみでありつつももちろん大変だろうなって思うこともあるし、そうきっとね応援してる方とかも今まで応援してた方とかも、まあ、卒業していくメンバーに連れられてと一緒にこうグループを応援するファンの方の活動っていうのをやめていくっていう方もきっといらっしゃると思うので、そういう意味でもいろいろとこう大変になってくる部分もあるのかなとは思うんですけども、そう、でもすごくあのネガティブに考えるとそういう感じで、卒業寂しいなとか大丈夫かなとか、まあきっとそういう卒業とかいろんなワードを見るとそういうねテンション感になっちゃうし、寂しいっていうのも悪いことではないけど、でもすごく前向きなことでもあると思うし、まあした方がいいと思う、前向きにするしかないので、そうなので、これから19期生も入ってくれるし、17、18期の子たちも本当にしっかりしてるし、すごく未来ある子、何様だよって感じだけど、あのなんだろう、すごい本当にみんな可愛いし、あとはねやっぱりでも10年間活動してきて思うのは、アイドルって可愛いだけじゃダメで、もちろんアイドルだけじゃなくて芸能界もそうだとは思うんですけど、わかんない、あ、わかんない、そんなことないか、まあ私的にアイドルって可愛いだけじゃなくてやっぱり何かしら持ってるのってすごく大事だなと思うし、体力とかもねやっぱ大事だし、やっぱりいろんな大事な要素があるんですよね。だからなんかね、これからみんながもっともっとね頑張っていくように支えてあげたいし、